1, 2, 3, come on! 皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はウクライナ戦況、ロシア軍が数十万人の大規模攻勢を行う見込みでございます。しかしながら、今、ロシア軍の死傷者、研究機関が出している最大数は27万人でございます。では参ります。はい。ではですね、ウクライナ情勢、戦地の方に行きたいと思いますけれども、まずは航空万能論 GX さんから行きましょう。こちらでございます。ロシア軍の攻勢用戦力、兵力30万人以上、戦車、装甲車両5500両以上、砲兵装備3500門以上ということで、ロシアがありったけの武器と兵員を今、ウクライナの国内に集めているっていう情報ですね。その上で、1年前侵略戦争を開始した2月の24日までの間、2月の24日も含めて、の間に大規模攻勢をかけてくるんじゃないかっていう噂が、まあ、いっぱい出てます、今。で、日付はいろいろありますね。10日以内だとか、2月の24日なんだとかですね。いろんな噂が出てきている。で、なんでこういう噂が出ているかというと、この記事にあるように、ものすごい兵士の数と、あと武器もですね、今ウクライナのに集中させて持ち込んでいる状況があるということと、あと今、春を迎える、また泥がすごくなっていくんですが、その前の時期で動ける時期であるということ。そして今、ウクライナへの武器支援が加速していっているので、今後、ますますロシア不利になる。その前に今取れるだけ取ろうというようなところ。いろいろな情報がロシアが大規模攻勢をかけるんじゃないかという可能性を高めているっていう状況になっておりますけれども、実はもうすでにロシアは大規模攻勢を始めているっていう分析もあります。つまり、ある一点からいきなりものすごい兵力をドーンって投入するんではなくて、随時ですね、投入数を増やしていく形で、どん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 ですね、大規模攻勢に持っていくっていうか、規模を大きくしていくっていうことですね。うん。波状型で実は大規模攻勢がもう始まっているんじゃないかっていう見立てもあって、私はそれに賛成です。もう始まっているというふうに思います。場所はバフムートとおそらくクレミンナで、私が主眼を置いているのはどちらかというと実はクレミンナだったりしますね。クレミンナからリマンに抜けてリマンをダッシュすると、その後ロシアはいろいろな方面に対して手が伸びます。スバトボ方面、イジューム方面もそうだし、あとバフムートを占領する意味、バフムートは今度生きてくるっていうことにもなりますね。なので、リマン相当重視しているんじゃないかなというふうに思います。うん。で、なんでですね、ロシアが今、こんな大規模な兵員を集めることができてんのかっていう話なんですけども、これは当チャンネルでいつもお世話になっております、マサロブ佐藤さんですね、よろしくお願いします。が、ずっと実は警鐘を鳴らしてくださっております。どういうことかというと、ベラルーシが、ロシアの訓練機関になってます。もう国を挙げて訓練機関になっている。これをもってベラルーシは今、この戦争に参戦することをベラルーシという国としては防げてるんだけれども、大量のロシアの動員兵がベラルーシで訓練することが可能になっているので、3ヶ月くらいでですね、あらかた訓練を終えて、こう動員する、戦地に送るっていうですね、ものすごい循環が今できてます。ロシア一国だともうそんなに訓練する人員もいないので、大規模に訓練するってことが難しいんですけれども、ベラルーシがそれをやっちゃってるっていうことですね。これで一気に、ウクライナ国内にいるロシア兵がブク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 、こう膨れ上がっていってるような状況があるということでございますね。で、実際戦地でですね、ロシアがこの膨れ上がった兵士で何をやってるのかっていう話なんですけれども、ちょっとバフムートのですね、地図に行きたいと思いますね。こちらでございますけれども、ですね、これ点線が引かれております。ここが、前線ということになりますね。うん。ただですね、いろんな人が地図を出していて、実にですね、今、バフムートの状況というのは分かりづらい状況になっているわけですよ。で、バフムートが陥落するかどうかという、何ですかね、起点となるような情報は何かというと、バフムートへの補給ラインが断たれるかどうかということになります。この地図で行きますと、北の方に M03 という幹線道路がありますね。奥の方に行くと E40 というふうに名前が変わってますけれども、この幹線道路。南の方に行くと T0504 という幹線道路があります。
この2本の幹線道路が太い幹線道路になりまして、この2つが遮断されると真ん中の方の細い道ぐらいしかなくなる。あとはヘリで輸送するとかですね、人海戦術で輸送するとかっていう、さらにこの地図には載ってない細い道で補給を輸送するっていうことになると、バフムートに十分な補給ができなくなります。ということで、この北の M03 と南の T0504 という幹線道路がロシアに占拠されてしまうと、バフムートは残念ですけれども落ちます。でですね、今出ているいろんな地図がですね、この幹線道路のすぐそばのあたりで線を引いているんですけれども、その線の意味がわからないんですよ。つまり、ロシアがここまで占領しましたっていう線なのか、ここまでが今、ロシアとウクライナの戦闘領域になってますっていう線なのかで、見方が全然違ってきてしまうんですけれども、それがですね、わからないです。まあ、おそらくマップを作ってくださって、戦況を追っている方々というのも、なかなか一時情報が得れなくて、困っている状況じゃないかなと思います。一応ですね、現場の写真っていうのは、両者から出てきているので、視覚的には確認できるんですけれども、ロシアが完璧に抑えているのか、それとも、戦闘中なのかっていうところまで行くとわからないっていう、そういう状況になるということですね。で、それでもロシアがじわりじわりと押しているということは間違いないんですけれども、実はですね、ウクライナ側もものすごい今ロシア軍を撃破しております。戦争が始まってもう 1,2 を争うぐらい撃破映像とか撃破画像とかっていうのが実はこの2月はいっぱい出てきているんですよ。例えばですね、こちらなんですけれども、これですね、BMPT のターミネーターと呼ばれる戦闘車両だそうです。戦車を支援するための戦闘車両なんですけれども、これが開戦以来初めて撃破されたというのが視覚で確認されました。多分他にも撃破されているんじゃないかという気がするんですけれども、視覚的には初めてこれ確認されたということですね。むちゃくちゃハイテク部品がむちゃくちゃ使われている戦闘車両ということで、ロシアとしては戦車やられるのも痛いんじゃないかっていう、そういう話が出てます。さらに、こちらはですね、まあ、エリート部隊と言われるところなんですけど、まあ、これがですね、まあ、ほぼ全て破壊されます。ボッコボコに。戦車4両ありますけれども、うち3両ぐらいかな、がボコボコに破壊されたりします。さらにはこちらがヘリコプターですね。ヘリコプターもこれ、破壊されたりします。で、これ以外にタコツボに入っている兵士が爆破されるような、人的なシーンはちょっと映像とかも出せないんで、アウトなんで出せないんであれですけども、もう大量に出てきます。で、これ以外にももう一つ行きましょうか。これはね、ドネツクの方だと思うんですけれども、ドネツクの南西の方かな、の町だと思うんですけれども、戦車31両、ロシアの戦車31両が撃破されているという映像も届いていたりするんですけれども、まあ各戦線で今ウクライナがものすごい撃破をしまくっている。にもかかわらず前進しているのはロシアなんですよ。で、これがどういうことかっていう話なんですけれども、ですね、もう戦闘車両とかっていう護衛車両がなくても、ロシアはですね、まるでアリの大群が押し寄せるように、徒歩で押し寄せてます。で、それをどんどん撃墜していくんですけれども、構わずにゴズメが来るみたいな感じですね。本当にですね、なんていうんですか、人の命を犠牲にして、こう、数メートル稼ぐみたいな、そういう人海戦術を、取ってます。これも航空優勢が取れてないので可能だというところだと思うんです。なんで戦闘機が来るとね、ガラッと変わるはずなんですけれども、こういうことをやっていて、ウクライナ軍がもう倒してもキリがないっていう状況ですね。で、ウクライナ軍は損害を防ぐために、もう近づいてきたら一定程度の距離を多分取っていると思いますので、それでロシア軍の方がじわりじわりと前進しているような状況が生まれているということでございますね。これはクレミンナでも同じです。ただし、クレミンナにおいては、だいぶ、撃退しているっていう情報も出ておりますし、ロシア軍がクレミンナの町から5キロ先のウクライナ軍を攻撃したっていう情報も出てますね。ということは5キロぐらいにはもう、ウクライナ軍がいるということなんですけども、それ以上の前進はちょっと今、兵員の差から言って難しい気がします。で、なんとかこれを、武器がちゃんと届くまでですね、ウクライナとしてはなるべくキープしたい、とにかくリマン取られないようにしなければいけないということなんですけれども、これをもしウクライナが防ぎ切ったら、
ロシアはですね、もうこういう大規模な攻撃は今後かけることができなくなる可能性というのも浮上してきます。ここ正念場じゃないかなというそういうお話なんですけれども、こちらの記事ご覧ください。はい、フォーブスでございます。ロシア軍死傷者は最大27万人、安上がりな人海戦術の大将ということですね。安上がりな人海戦術といったのはさっき言ったアリの大群のような突撃ということになります。それによって最大27万人の死傷者が出ているということですね。これを分析したのは紛争情報チーム CIT という公開情報に基づいて分析をする独立系の情報機関になりますね。本部はジョージアにあります。戦争開始の時からずっと情報提供してくれているような機関になりますけれども、ここがですね、まあ可視化できるような情報とかニュースで出てきた情報ですね、これをちゃんと分析していきましたところ、27万人ぐらい死傷者があるんじゃないかっていうことですね。ですね、キーウ周辺で開戦当時に起こったキーウ周辺でですね、3ヶ月間に及ぶ激戦の後に第一戦車軍というのが死傷者を出している。それが61年。で、行方不明者が44名いるそうですね。こういう実際に確認できたものの比率というのをロシア軍全体に当てはめてみると、死者がだいたい6万5千ぐらい出てるそうです。うん、6万5千ぐらい。で、これに対して、今度は、傷を負った人ですね。怪我した人が、まあ、3倍から4倍出てるっていうところで計算してみると、27万人ぐらいの死傷者が出ていても不思議ではないという、そういう分析が出ていたということです。で、これはですね、もしかしたら大きな数字かもしれませんけれども、しかし、これより、実際の数字が少なくても、今ロシアがやってることを続けていくと、もう近づいていきます。間違いなくこの数字に近づいていくし、なんならこの数字も、超えていくじゃないかなというふうに思いますね。そうすると人為的な意味もそうですし、あと戦車もですね、今、前大統領やってたメドベージェフさんがですね、T80 という戦車を、まあ、大量に発注したんだと、ロシア政府だと。今から大量生産するから戦車間に合いますよと、たくさんあるよっていうような宣伝してますけれども、ロシアが今、年間に作れる戦車、これは T64 とか T72 とかっていうものも含めてですね、戦車全体で生産能力はだいたい1000両ぐらいじゃないかって言われてますね。実際のところはわかりませんけども、なんでかというと部品がない、あと作る人数も動員してしまったりとかしてるわけですね。その上で今金は突っ込んでます。うん。また軍需産業に金突っ込む、ロシアの軍需産業を大儲けしてますけどね、誰からも批判されてませんけれども、というような状況なんで、部品がなくて手作業で作ってます。T80 なんかも手作業で作っている動画も出てますんで、だいたい1000両ぐらいじゃないかなと思う。で、ウクライナがこの1年間に破壊した、ロシア軍の戦車なんですけども、視覚で確認できるもので1700両ありますので、ウクライナが、破壊している分の方がはるかに多いんですね。1.5 倍以上破壊しているということなので、ロシアの戦車がですね、増えていくと。戦争当時よりも増えていくっていう状況はもうありえない。その上で人員もこれだけ損傷してるってことになると、今回の大規模攻勢が最後になるんじゃないかなという気がするということでございます。で、本編はここまでで一応打足のお話を少しさせていただきますね。ロシアのがこういう作戦を取っていくんで、芳しい成果が出ない、押し返されるっていう状況まで出てくると、ロシアの国内がちょっと気な臭くなる可能性が出てきます。まずは国民の不満というところなんですけれども、モスクワタイムズ、これ戦車さんの情報ですね。よろしくお願いします。モスクワタイムズが記事元になってます。情報元になってるんですけれども、実はですね、2022年、ロシアのアルコール消費量が 4% 増加したっていうことですね。一人当たり 5.2 リットルに達したというふうに書いてありますけれども、まあ、動員かけて、その、大酒飲みがどんどん戦地に行ってるような状況でもあるわけですね。その上で国内が 4% 増加している。さらに言うと、今ですね、ロシアは、もともとロシアって密造酒がある国なんですけども、密造のお酒ですね。あるんですけれども、これがですね、出回っているお酒の4分の1ぐらいまで今膨れ上がってるっていう情報も出てきてますね。うん。実際に、まあ、ストレスなのか不安なのかわかりませんけれども、アルコールの摂取量が実際増えている。で、今、ロシアというのはかなり情報統制効いてます。うん。
SNS の情報なんかも検閲していて、バッサバサカットしている6割か7割ぐらいですね、ロシア不利とかっていう情報出ないようにしているっていう情報も出てますので、という中で、まあ国民の実は不安というのがですね、募ってるけど表には出てきてないというところですね。こういう不安とか不満というのがまず一般市民の中にも高まっているというのがアルコールの面からわかります。で、もう一つなんですけども、これが何とも言えない情報なんですけれども、はい、イゴル・シスコーさんでございます。イゴル・シスコーさんですね、思い切った情報を出してくるのはいいんですけれども、飛ばしの情報も結構多いということで、最近はあんまり注目はしていないんですけれども、今回の情報はですね、飛ばしかもしれないけれども、頭の隅に入れとく価値はあると思います。というのも、どうやら FSB、連邦保安庁ですね、元 KGB になりますけれども、そこのトップ、ボルトニコフさんという方が、交代させられるんじゃないかっていう情報が出てきてますね。で、ロシアというのはもともと FSB の調査、世論調査とかに基づいて、ウクライナが簡単に降伏するだろうという情報のもとに、この特別軍事作戦という侵略戦争を開始している。その当てが外れて、今は軍に集中させることで効率的な攻撃を行うようになってきた。結構ね、戦地は秩序になってきているような状況です。これは軍に権限を大幅に集中させたからということで、FSB が批判の的にさらされてるんじゃないかということ、その上でトップが交代させられるんじゃないかっていう情報が出てきている。ところがこれ、旧 KGB の白引きなんで、FSB に手をつけて、FSB がへそ曲げると、後々、ロシアの国内が荒れていく可能性って十分出てくるんじゃないかと思います。活用するのは国民の不満ということになりますが、それもどうやらアルコールの摂取量の増加で確認できるということですね。まだまだ薄い情報ではありますけれども、この大規模攻勢を防ぎきることで、もしかしたらロシアの国内自滅に向かっていく可能性もあるぞということで、頭の隅に入れといていい情報なんじゃないかなという気がいたします。はい、というところですね、ここから24日までの間に、ロシアが大規模攻勢をかけるという情報ですけれども、もうすでに大規模攻勢始まっていて、じわりじわりと前線への兵員を増やしていくことで、ウクライナを圧迫していく可能性がある。しかしながら、ウクライナもただ単に土地を取られているわけではなくて、大規模に殲滅をしていることで、ロシアの死傷者が増えている状況ということでございます。これに今、西側の支援がどうなるかという情報も絡んできているということで、情報量が非常に多くなっている状況ではございますけれども、なるべくわかりやすく皆さんに伝えていくことで、またウクライナ支援を継続して、日本の安全保障というのも眺めていきたいなというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。